ガジェットウェアをご覧の皆様こんにちは。日経デザインの花澤です。今日は最新号4月号から見どころをいくつかご紹介します。最新号の特集は、星野リゾートのおもてなしデザインというテーマで、やりました。星野リゾート、皆さんご存知の方も多いかもしれませんが、日本のいろんなところの、旅館などを再生させているリゾート経営のプロ集団ですね。こちらが、昨年話題になりましたけれども、東京は大手町のど真ん中に新しい日本旅館を建てたんですね。星のや東京と言います。かなり話題になりましたけれども、ビル1棟の中に伝統的な日本旅館をどうやって再現するかというのが非常に難しいテーマでした。星野リゾートの参考になる点はいくつかあるんですけれども、その最大の特徴は日本の良さ、伝統的な良さというものを現代風に見つめ直して再現すると、そしてそれを世界に発信していくというところです。例えばこの玄関なんですけれども、巨大な空間なんですね。でこちらに、靴を脱いで上がると、日本旅館としては当たり前なんですけれども、一棟ビル、まるでホテルのような佇まいなので、ちょっと最初びっくりするかもしれません。しかしこれが実は、からくりで、靴を脱ぐということによって日常から非日常に一気に気分が変わるんですね。おそらく、普通の日本旅館では長い庭を通って門をくぐって歩いていく、そういう、動線がこのきっかけに なると思うんですけれども、ここにはそういう動線がありません。なのでいかにしてその気分を変えるきっかけを作るかということを考え抜いて、こういう佇まいになっています。他にも、日本の旅館の良さって、こう玄関に出ると靴をさっと出してくれたりするところがあるじゃないですか。でそれをホテル風のこの、旅館でも実現しようということで IT を結構駆使してるんですね。 IT、情報技術ですけれども、お客さんが鍵を持ってエレベーターに乗って降りてくる、そうするとこの玄関にそのことが、センサーで分かれます。で、係の人が談合室の誰それさんが降りてきたということで、スッとこう靴を出してくれるんですね。そういった日本の伝統的な良さを現代風にアレンジしていくことによって、海外の人にもすごく受け入れやすくなってくる。ここは日本旅館というところに限らずですね、いろんなジャンル、いろんな分野において参考になる考え方じゃないでしょうか。そういうことで今回の特集は、星野リゾートのおもてなしデザインということです。ぜひご覧ください。